主要溶解性ウイルスとは、癌細胞に感染して、これを細胞死させるウイルスの総称である。感染した癌細胞は誘拐し、感染性を持つ新たなウイルス粒子を放出して他の癌細胞に感染する。主要溶解性ウイルスは、主要細胞を直接死に至らしめるのみならず、宿主の抗腫瘍免疫活性を上昇させる。 高腫瘍薬としてのウイルスの可能性は20世紀の初頭から模索され始めた。当初は未生成の新規ウイルスが用いられたが、1960年代になるとウイルスを厳選し生成して使用する様になった。アデノウイルス、レオウイルス、マシンウイルス、単純、ヘルペスウイルス、乳化する病、ウイルス、牛痘ウイルスなどの多くのウイルスが臨床開発の途上にある。 最新の主要溶解性ウイルスは、レオウイルスやセネカバレーウイルスといった自然に存在するウイルスを、主要選択性を高めるように改良して作成されており、臨床試験に進んだものもある。2011年時点では、人での試験が実施されたものは少ない。にもかかわらず、タリモジェンダヘルパレプベクは第 3I 臨床試験の中間解析結果が、 良好であることを2012年1月に発表し、2015年12月、最初に承認されたウイルスとなった。会議論者は、発表されなかった全生存機間こそが、最終的な判断の材料となることを理由に、中間解析結果の臨床的妥当性について、疑義を申し立てていた。またこの治療法は、他の治療法と組み合わされることで有効性が最大化されるとも言っている。 腫瘍の縮小とウイルスとの関連性は長い期間議論付けられ、20世紀初頭には、子宮頸がんバーキットリンパ腫、ホジキンリンパ腫の発症、または予防接種で腫瘍が縮大する現象が報告されるようになった。ウイルスの予防接種あるいは意図的な感染による、ん治療のための努力は20世紀半ばから始められた。ウイルスの改変技術が未だなかったことから、 研究初期には自然界から主要妖怪活性を持つウイルスを見つけ出すことに注力された。1960年代にはポリオウイルス、アデノウイルス、国策ーウイルス、エコーエンテロウイルス、その他のウイルスを用いた研究が有望視された。研究初期に多かった合併症はウイルス感染制御の失敗で疾病時間や死の転機をたどった。患者に 害はなくとも免疫反応が活性化されることでウイルスが破壊され癌細胞を破壊できないことが非常に多かった。最初期にはウイルス療法で治療可能な癌種は非常に限られていると考えられていた。主要縮小が見られた場合でもそれは完全走行でも持続的走行でもなかった。化学療法や放射線療法が発展してきた頃、ウイルス療法は 生棄されるかに見えたが開発は継続されたガンは依然として主なシ因であり新たな治療法が必要とされていたウイルス改変に必要な遺伝子工学が開発されウイルス療法は新たな局面を迎えた単純ヘルペスウイルスは研究が進んでおり遺伝子加工が容易で人正常細胞には比較的無害で危険性が低くガン 細胞選択的な攻撃特性を有する最初のウイルスであると思われた。一型単純、ヘルペスウイルスの変異体1716は ICP34.5 遺伝子を書き、分化し細胞分裂しなくなった細胞内では自己複製できないが、癌細胞に感染して効果的に細胞誘拐をもたらすもので、癌のウイルス療法に適したものであった。インビボで、 がん細胞株を広範囲に検討した結果、HSV1716 ウイルスが使用を縮小し、生存期間を延長することが明らかとなった。1996年、欧州で HSV1716 を用いた知見が初めて実施承認された。1997年から2003年まで、毒性や副作用に関する情報が乏しいまま、 HSV1716 株は、ニカワ主患者の主要内部に注入され、患者の一部は長期生存した。その他に、HSV1716 の安全性を検討する臨床試験が、悪性黒色種並びに統計部扁平上皮がんを対象に実施された。HSV1716 の外核を改変したウイルス株がいくつかの癌の治療に応用され、 様々な遺伝子を癌細胞に導入できるようになってから遺伝子に化学療法剤を結合して無害なプロドラッグとして細胞内に侵入させてから内部で切り離して毒性を発現させたり放射性要素でタグ付けされたタンパク質を細胞内に濃縮させその放射線で癌細胞を破壊するといった手法が開発された他の HSV 系の主要溶解性ウイルスも 開発が進み、臨床試験が実施されるようになった。最も注目すべきものは、進行惑星国職種に対する、極めて重要な第 3I 臨床試験を終了させた、アンカベックス GMCSF であろう。この試験の主要評価項目は、生存期間の延長であり、2013年3月に、世界で初めてウイルス療法剤として統計学的に、 高度な有位さをもって示された。米国食品医薬品局は2015年10月27日、皮膚及びリンパ節のメラノーマ病変の治療に対し、初めての主要溶解性ウイルス製剤、タリマジーンラハーペレップベックを承認した。規制当局に初めて承認された主要溶解性ウイルスは H101 と呼ばれる遺伝子改変アデノウイルスであった。 H101 は2005年に中国国家食品薬品監督管理局から統計部眼の治療法として承認された。H101 は正常細胞の P53 遺伝子と相互作用するウイルス防御作用が取り除かれている点でオニキスマイナス15に極めて類似している。ウイルスの感染細胞選択性は初期のインビボ研究では確認されていたが臨床試験では 不完全であった。しかし、癌細胞を優先的に殺してはいる。全生存期間は未知であるが、走行率は科学療法単独に比べて H101 科学療法では2倍になった。H101 は、腫瘍内に直接注入する投与法が最善であるが、発熱は免れない。静脈注射などの全身療法は、転移を有する疾患に適している。現在は、 アンクオリネという商品名で販売されている。日本では1996年に名古屋大学で使用要解性ウイルスの研究が開始された。単純、ヘルペスウイルスの突然変異種である HF10 が初めて論文に掲載されたのは2003年である。また同年、日本で初めて人への投与が実施され、有効性が期待される結果を得た。 HF10 はその後も研究が進められ、2015年に1月に、宝バイオからプムダに、治験計画届が提出され、同年8月に1例目の症例に投与された。使用用改性ウイルスの作用の得意性及び、可変性は、手術療法、化学療法、放射線療法といった、他の治療法で治療しきれない癌を治療し得る、可能性を秘めている。 主要溶解性ウイルスは重要な研究の一分野であるが他の治療法を凌駕する結果を示せない間は使用されることはないであろう。したがってウイルス療法は他の治療が無効である患者に対して適用されるべきである。ウイルス療法の利点はウイルスが癌が細胞に選択的であり癌細胞に発現している成長因子や受容体をターゲットとすることにある。 遺伝子操作をして主要細胞子を起こす、ある特定の分子を生成する単純、ヘルペスウイルスなどの有効性の検討には、実験動物が用いられている。神経に皮が主細胞の場合、マウスでは、イルマイナス12増強 HSV は、主要溶解作用のみならず、血管神性抑制作用をも有し、主要への血流を減少させていることが示された。ウイルスの静脈注射は、 従来の治療法では手の打ちようのない転移がんに有効である可能性がある。しかし血流中に放たれたウイルス粒子は抗体に無力化されクッパー細胞などにより血中から速やかに除去される。水泡性抗内炎ウイルスは一本鎖の引く鎖 RNA ゲノムで高度された5つの遺伝子からなるラブドウイルスである。自然界では VSV は昆虫や 家畜類に存在し、比較的極在性非致死性の疾患の原因となる。このウイルスの低病原性は、感染の際に組織中及び血中に分泌されるインターフェロンへの感受性によるところが大きい。これらの分子は細胞をウイルスの感染から守りウイルスの拡散を抑える遺伝子プログラムを発動する。しかし2000年に癌細胞では、そのプログラムに欠陥があり、 インターフェロンに反応できずに VSV に非常に感染しやすいことが明らかにされた。VSV の場合感染から細胞誘拐までが非常に早く24時間でウイルス量は1000倍に増殖し悪性腫瘍細胞は死亡する。したがって VSV は癌治療に非常に適しており、いくつかの研究グループが VSV 全身投与後に腫瘍内で VSV が増殖し腫瘍が縮小することを示し、生存期間を延長するケースもあることが明らかとなった遺伝子操作に基づく、基質タンパク質のメットマイナス51の削除による弱毒化によって、腫瘍細胞内での増殖能に影響を与えない範囲で、理論的にはすべての正常組織への感染が回避された。2010年の研究によると、 このウイルスで脳腫瘍を治療し回入できる可能性があるとされる。ポリオウイルスは、その生来的性質として、神経細胞への毒性を有するため、おのずと神経由来腫瘍への選択性が存在する。ポリオウイルスは一本鎖の鎖 RNA を持ち、その翻訳は、ウイルスゲノムのご非翻訳領域内の組織特異的、配列内リボソーム侵入部位に依存性である。ア i アーズは、 神経由来細胞内で活性化し、後末端キャップなしでウイルス遺伝子を翻訳する。2000年には、ポリオウイルスの自然のアイリスをライノウイルスのアイリスに入れ替え、組織選択性を変更する試みがなされた。その結果作成された PV1 ウイルスは、神経二カワッシュ細胞を選択的に破壊し、通常の神経細胞にはダメージを与えなかった。 レオウイルスとは呼吸器長、黄ムウイルスの当時後であり、一般に哺乳類の呼吸器及び消化器に感染する。ほとんどの人は、成人期までにレオウイルスに暴露されるが、多くの場合、無症候性である。レオウイルスの使用用解性ウイルスとしての応用は、多くのがん細胞株で増殖し細胞誘拐を示すことが明らかになって、以来模索されている。レオライシンについては、 各種がんの治療の臨床試験が実施されている。セネカバレーウイルスとしても知られている、セネカウイルスは、自然に存在する野生型腫瘍、妖怪性ピコロナウイルスの一種であり、2001年に組織培養の混入物として発見された。単理された SVV-001 は、NTX-010 という名称で、神経内分泌作用を持つ種、 小細胞肺癌や様々な小児が癌を含むへの高腫瘍効果が検討されている。1960年代にラトビアでエコウイルスの腫瘍溶解性が研究され、1968年に大放棄のがん患者を対象にエコーエンテロウイルス5株の臨床試験が開始された。エコマイナス7ウイルス株が最も顕著な効果を示し、 同種の研究が継続されることが決定された。化学療法及び放射線療法との有効性の比較を目的として、第 3I 臨床試験が1988年に開始された。2004年にラトビアデリグバーの特許が登録され、それ以降がん治療に用いられている。試行進化と呼ばれる薬剤開発の革新的方法は、具体的には、 ランダムに遺伝子を組み替えたウイルス戦具体の大集団をスクリーニングし、思考選択といわれる選択段階を経て新たなウイルス変異体、または血清型を創生することを含む。この生物学的多様性の増加ははじめに、ウイルス株のプール内での創造的組み替えをし、一連の選別を経て、ウイルス学的基準が未知のまま治療に適した特性を持つウイルスが選択される。 これらの広報ウイルスは、全臨床試験でさらに絞り込まれ、必要な治療特性を持つウイルスが選抜される。多くのウイルスが開発されていく中で、思考進化は、高選択的で主要妖怪特性を保持し続けている、ヒトアデノウイルスの開発に適用された。その結果、コロード1が生み出された。この血清型アド 11P 及び、AD、アド3のハイブリッドアデノウイルスは、 比較対象のウイルスに比べて、良好な有効性と主要選択性を示し、新鮮な、人結腸癌組織で正常組織よりにログ高い、増殖能を示した。弱毒化の手法には、主要組織中で増殖するが正常組織中で増殖しないように、ウイルス遺伝子、遺伝子領域を削除するという方法がある。これによりウイルスの安全性と主要選択性が高められる。 ん細胞とウイルス感染細胞は細胞内のシグナル伝達経路に同じような変化が起こっており特に細胞周期の進行に関する経路で顕著である。シグナル伝達経路の変化に関するウイルス遺伝子は経路が不活性な細胞では意味を持たないが経路が活性化されている細胞では重要である。細胞中のチミジンキナーゼ並びにリボネクレオシドにリン酸 レダクターゼは DNA 複製において重要な役割を持ち、細胞分裂をしている、細胞中でのみ活性化されている。これらの酵素はいくつかのウイルスの遺伝子にも存在し、g l a の細胞でのウイルス複製を可能にしている。これらの酵素が変異等で不活性化されると、ウイルスは癌細胞などの増殖中の細胞でのみ事故、複製できることになる。 アデノウイルスの主要選択性を高める方法には大きく分けて形質導入法と非形質導入法の二つがある。形質導入法にはウイルスの外核タンパク質を改変して主要との親和性を高め同時に非主要細胞への侵入を減少させる方法がある。この方法では主要選択性は主にアデノウイルスと HSV-1 で用いられるが他のウイルスでも 使用可能である。非形質導入法には、ウイルスのゲノムを編集して、癌細胞内でのみ複製できるようにする方法があり、主にウイルスの弱毒化を目的として行われる。遺伝子の転写をターゲットとすることもあり、この場合は、ウイルス複製を主要特異的プロモーターの制御下に置く。適切なプロモーターは、主要内で活性で正常組織内で不活性なものである。 このようなプロモーターはいくつも発見され、がん治療への応用が研究された。同様に、ウイルスの複製過程は、マイケロの標的改変分やあるいはミナ応答因子で調節される。健康な組織と腫瘍との間のミナの発現の差は、標的とする組織で、ウイルスが複製せず腫瘍内で複製するという機能の実装を可能にしている。 形質導入法と非形質導入法の双方を使用すると片方のみを使用した場合より効果的にウイルスをデザインできる。マウス腫瘍におけるウイルスセールシフェラーゼの発言研究所や診療所で実験中のウイルスに感染している細胞を検出する単純な方法があることは有意義である。 これはウイルスにレポーター遺伝子を組み込んで、タンパク質マーカーを発現するようにとかけておくことで実現される。一例として、緑色蛍光タンパク質が挙げられる。これは、感染細胞中で産生され、青色光を当てた時に緑色の蛍光を発する。この手法の長所は、患者の氷材性感染部位でのウイルス感染を、非侵襲的に速やかに確認できることにある。 生きている細胞でのカシマーカーのもう一つの実例として、ルシフェラーゼが挙げられる。ルシフェラーゼは、ホタルが持つ酵素ルシフェリンの存在下で発光し、特性のカメラでその様子を捉えることができる。牛頭ウイルスに感染し β クルコシダーゼを発現した細胞大腸菌の酵素 β クルクロニダーゼ及び β ガラクトシダーゼの遺伝子を持つウイルスが存在する。これらの酵素は、 特定の機質があると色素を生成するので、感染細胞を可視化して遺伝子の発現を確認することができる。腫瘍溶解性ウイルスはその腫瘍溶解性以外の作用をも持つ場合がある。自殺遺伝子ウイルスを自殺遺伝子を運ぶベクターとして用い、別に投与された無毒性のプロドラッグを代謝する酵素を生成して、細胞内で細胞毒性を発現させて周囲に拡散し、 隣り合った細胞を殺すことができる。チミジンキナーゼ自殺遺伝子を持つ、単純、ヘルペスウイルスの一つは、臨床試験が第3章まで実施された。SVS チミジンキナーゼは、プロドラッグであるガンシクロビルを臨酸化し、DNA 合成経路に紛れ込ませて、DNA 合成を阻害する。主要溶解性ウイルスの主要選択性は、 自殺遺伝子が癌が細胞内のみで機能することを保証するが、のみならず周囲の癌細胞に防寒者効果を及ぼすことがいくつかの自殺遺伝子系で観察されている。血管申請抑止血管申請は使用の増大に必須の要件である。血管申請はウイルスベクターで使用に組み込むことが可能ないくつかの遺伝子で妨げることができ、血管申請の抑制と 主要内部の酸素欠乏を引き起こすことができる。単眼マウスにアンギオスタチンとエンドスタチンの遺伝子を含むウイルスを感染させることで主要成長が阻害された。高血管新生抗体の遺伝子を含む牛刀ウイルスと血管新生を阻害する HSV1716 変異を持つ牛刀ウイルスで抗眼活性の増強が示された。 放射性要素マウス主要に発現したアデノウイルス NIS 遺伝子ウイルス上中後、未感染の対象用カナトリウムとも輸送体遺伝子を付加されたウイルスを主要細胞に感染させると主要細胞に NIS が発現し要素が集積される。放射性要素を用いた治療と組み合わせると主要局所への放射線療法が可能となり、甲状腺がんの治療に用いることができる。 ガンマカメラを用いると放射性要素の集積箇所を可視化でき、ウイルスの感染箇所を確認できる。この手法は、アデノウイルス、マシンウイルス、牛頭ウイルスで、それぞれ全臨床試験が成功している。使用用改性ウイルスの走行に対する大きな障害は、ウイルスを不活性化しようとする患者の自然免疫系である。静脈注射されたウイルスは、血中の体び、 中和抗体との相互作用に耐える必要があり、問題になることがある。化学療法で免疫を抑制したり、補体を阻害することで、使用溶解性ウイルスの作用を増強することができる。既存の免疫は、人病原体として、一般的でないウイルスを用いることである程度は回避できるが、その後の抗体産生を抑止することはできない。しかし、一部の研究では、 主要溶解性ウイルスへの既存の免疫が、その有効性を大幅に減少させるものではないことを示している。それとは別に、ウイルスベクターを、ポリエチレングリコールなどのポリマーで包み、抗体から保護するという方法もあるが、ウイルスを包んでしまうと目的とする細胞に侵入できなくもなる。その他のアプローチとして、注射後のウイルスをマクルファージの中に隠す方法が考えられる。 マクルファージは組織が破壊されている場所、特に癌の中心などの低酸素状態の部位に自動的に移動するので主要溶解性ウイルスを主要に到達させることができる。これは前立腺癌を用いた動物実験で実証されている。ウイルスを不活性化して主要溶解性ウイルスのハードルとなる患者の自然免疫はその一方で高主要効果の面では ウイルス療法と連携する。ウイルスへの感染は免疫系の作用を主要に向けて発動させ、高腫瘍免疫を長期間持続させる。これは本質的には体内でんワクチンを生成することに相当する。んの自然寛解が多数報告されている。その原理は完全には理解されていないが突然の免疫応答または感染の結果である可能性が高いと、 考えられている。ガンワクチンや皮膚ガンについては、免疫刺激因子を用いて、腫瘍を直接治療する試みがなされている。いくつかの腫瘍溶解性ウイルス、特にサイトカインや他の免疫刺激因子を放出するウイルスは、強い免疫原性を持ち、高腫瘍免疫応答を誘導する。腫瘍溶解性ウイルスが、しばしば最も有望と思われた腫瘍法は、 負の側面のない相乗効果を有する従来のがん、治療法との併用においてである。前立腺がんの治療に関する、前立腺選択的アデノウイルスである CV706 と放射線療法との併用療法のマウスでの実験結果が2001年に報告された。その結果、細胞死の相乗的増加とウイルス量の爆発的増加が見られた。ウイルスの特性の変化は見られなかった。 セプリハバーも、また全臨床研究で、いくつかの癌化学療法との相乗効果を示している。オニキスマイナス015は2000年代前期に開発が中止されるまでは、化学療法との併用療法が試験されていた。併用療法は、それぞれの単独療法よりも大きな反応を見せたが、決定的とは言えなかった。抗血管心製薬であるベバシズマブは、 主要溶解性 HSV の炎症反応を減弱し、マウスでのウイルス療法を増強する。2014年7月時点で、少なくとも12種類のウイルスで臨床試験が実施されている。この中には、アデノウイルスか、ピコルナウイルスか、ヘルペスウイルスか、パラミクソウイルスか、パルボウイルスか、レオウイルスか、ポックスウイルスか、レトロウイルスか、ラブドウイルスかが含まれている。 SF の世界では、主要妖怪性ウイルスは、ジャック・ウィリアムスンの、超人間製造者が初出であるが、哺乳類に感染するウイルスというよりむしろ、バクテリオファージに近い。超人間製造者は、また、遺伝子工学という用語を導入したことでも知られる。米国の映画、アイ・アムレジェンドは、がん治療に用いたウイルスが突然変異して、全世界に流行したという設定になっている。 ありがとうございます。